チューブを狙う場合はこのように内側にひねるようにしていきます。皆さんこんにちは、山本芳典です。今回は大胸筋のチューブ、狙う種目を3つ紹介していきたいと思います。まずはダンベルフライなんですけれども、普通のダンベルフライだとこういう感じですが、チューブを狙う場合にはですね、大胸筋の動き、内旋がありますので、このように手のひらを向かい合わせに下ろして上げながら親指を近づけていきます。おそらく皆さんダンベルフライというとこういうふうにやるんですけれども、これは大胸筋の輪郭下の方を狙う種目で、チューブを狙う場合はこのように内側にひねるようにしていきます。ではやってみましょうか。大事なのはしっかりと下ろしてストレッチ、しっかり伸ばしてストレッチしてから内旋ですね、内側にひねりながら上げます。息を吸いながらストレッチして内側にひねっていきます。このダンベルフライ、おそらく普段と違う刺激が来ると思いますので、ダンベル持っている方ぜひ試してみてください。大胸筋チューブを鍛えるのにとてもいい種目です。はい、 OK です。まず、第一種目でこれですね、ダンベルフライ、内旋のダンベルフライで大胸筋チューブをしっかり刺激します。2種目目は普通のダンベルベンチプレス、やってみましょうか。こちらの方は収縮ですね、上でしっかりと絞り込むことが大事ですので、肘と肘とを近づける意識、離した肘と肘とを近づける意識で絞り込むように上げていきます。3回です。はい、 OK です。この2種目をやった後に最後にナローですね、このように合わせた状態で上げていきます。そうすると大胸筋の内側をしっかりと収縮させることができます。では行ってみましょうか。両手を合わせて下ろしてからそのまま両手をくっつけたまま動作を行います。こうすると先ほどのダンベルベンチプレスよりもさらに内側、大胸筋を強く収縮させることができます。はい、ありがとうございました。この3種目ですね、ダンベルフライとダンベルベンチプレス、そしてナローのダンベルベンチプレス、この3種目を大胸筋チューブのためにぜひやるようにしてみてください。